こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーフハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日は膝の痛みに関係する筋肉の一つ後頸骨筋という筋肉について話をしていきます。で、後頸骨筋って何なのかと言いますと、この足の内側についてます。内側の頸骨や骨の際にべったりついてて、内くるぶしを通って足の裏親指側につきます。両方ですね。後頸骨筋と言います。で、こんな筋肉関係あるのかと思うんですけども、膝の痛みの方は基本的にやっぱりここ硬い方多いです。で、ここの硬さがひどくなると余計に痛みが出るっていう悪循環になっていることが多いですので、今日はぜひこの筋肉についてしっかりしていただければなと思います。はい。で、後頸骨筋、すいませんね、足のこの内側のすねの骨の際にこうついてて、内くるぶしを通ってこうつきます。で、この筋肉何をするのかと言いますと、こう足首を下に下ろす動きもするんですけれども、こう内にこう内くるぶしにつくので、少し内にこうするんですね。こういうふうな動きですね。親指側が上に行くような海外いう動きですけれども、こうねじるような動きをするんですね。で、だからこう、これが足だとしたら、こういうふうな動きです。こういうふうな動き。で、膝の痛みの出る方というのは、横脚なんかも代表的ですけれども、外に外に開いて、外にこう、で、張りながら歩いたりとか立ったりしてるんですね。なので、外側が張ってることが多いんです。外側が張ってて、外外に引っ張られてるんですね。で、外外に引っ張られると、どうなのかと言いますと、足首も外外になるんですね。なので、内じゃなくて外外になるので、こういうふうな動きになってしまうんですね。すると、さっきの後頸骨筋が常に縮んで固まった状態になるんですね。ここが。で、それの状態が続くと、すごい硬くなってくるんですね。で、硬くなってくると、余計に痛みが出やすくなって悪循環になってきたりします。なので、膝の痛みの出る方、特に外外が張っている方というのは、この後頸骨筋カチカチの方が多いです。なので、先ほどお伝えしたここですね、ここをちょっとさすってみて、膝の痛みの出る方は指がこう入りにくかったり、ちょっとさするだけでもすごい痛みが出ます。その場合は後頸骨筋がかなり張ってたりします。なので、そういう方はちょっとここを軽くさすりながら、これグリグリしすぎると良くないので、軽く痛気持ち程度にさすってあげてください。さすったりとか、あと親指側のここですねをちょっと揉んであげるってことをすると、後頸骨筋の緊張が取れて膝の痛みが緩和することが結構あります。なので、膝の痛み、膝だけではなくて、ここだけじゃなくて、こういった後頸骨筋というのも関係するというのをぜひ覚えておいてください。で、膝の痛みのある方は先ほどのちょっと軽いマッサージをぜひしていただければ、ここが原因ならばちょっと緩めてあげるだけで膝の痛みは変わることが多いので、ぜひ試してみてください。はい。それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。